はい、どうも皆さんこんにちは。最近このネイルチップ作りが楽しくて、いろいろデザインするのが考えるのが楽しいんですよね。連続にはなってしまうんですけれども、このネイルチップ、ネイルアートをやってみたいと思うんですけれども、で今回何をモチーフにするかというと、また鬼滅の刃なんですけれども、つゆりかなおちゃん、彼女をモチーフにしてちょっとネイルチップをね考えていきたいんですけども、実はかなおちゃんは特徴的な模様っていうのがあまりなくて、蝶々のイメージが強いんですけれども、花の呼吸の使い手なので、まあ実はどちらかといえば花なんですけれども、花の模様っていうのもねあんまり使われてなくて、結構デザイン悩みましたが、私なりに考えてみましたので、それで今回作ってみようと思います。はい、今回使う材料はこちらです。いつものネイルチップ、焼きのネイルチップですけれども、このオーバルタイプですね。今回もオーバルタイプでやっていきます。あとはベースはレジンにするので、レジン液とレジンカラーですね。今回マニキュア使わずにね、全部レジンでいくことになりました。で、あとはこういうラメとか、この花のデコレーションパーツですね、これを使うのと、あとはモチーフに樹脂粘土と絵の具ね、ちょっとしたものを作ります。でこのペンもですね、いろいろ描いたりするのに使いますね。で最後に、仕上げの艶出しニスですね、これも使います。じゃあこれでやっていきましょう。
はい、ということで鬼滅の刃つゆりかなおちゃんをイメージしたネイルチップを作ってみました。結構ね、なんか可愛らしい感じになりましたね。では早速つけてみましょう。はい、こんな感じですね。できましたね。すごい可愛らしい感じになりましたね。かのうちゃんと上がりやすいのがこの親指ですね。親指があのマント、ここにリボンついてるやつ、こんな柄なのでそれにしてみたのと、あとはこの真ん中のやつ、蝶々の羽の柄をつけつつ、ここね、このラインがね、刀を表してるんですよね。で、花の柄がついた刀、そして最後のこれがブーツですね。まあこのあたりは髪の毛のイメージとか、そこら辺ですね。まあ難しかったのは樹脂粘土を使って紐を作ったやつですかね。これはまあまあちょっとややこしかったですね。あとはここの羽の柄をつけるのね、ここも結構ね慎重にいかないと難しいんですけれども、まあそれ以外は割と簡単に作れたかなと思ってます。ちょっとねイメージがもしかしたら人によっては違うかもしれないですけども、やっぱ可愛らしい少女のイメージなんで、こういう色合いになってしまいましたね。はい、ということでこの動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントなどぜひよろしくお願いします。それでは